えー、たまにあの、レンタカーで車を借りて運転することがあるんですけど、あの、方向音痴なもんで、あ、今の道左だった、みたいなことがよくあるんですよね。ナビ見ながらでも。だからずっと思ってるのが、あの、もっとゲームみたいになったらいいなと思ってて、あの、それはもちろん甲羅投げたいとか、別にあの、この体もサンダーで縮んだわけじゃないんだけど、あの、ゲームみたいにっていうのは、フロントガラスのところにホログラムかなんかで、あの、矢印が実体的に浮き上がって、具体的にどこに進んだらいいかわかるみたいなね、のがあったらいいなっていう。ただの妄想でした。はい、ということで今回の積分はこちら。 え、波がなくても解けそうな優しい積分になっています。えー、ということでまず発想から話していきましょう。発想。やっぱりあの、分数の形見た時には、微分系の接触が浮かぶようになってほしいと思います。今回もそれで、微分系の接触を作ると。微分系の接触っていうのは、何かの関数の微分が、その非積分関数の中に入ってると。え、分数関数の場合は、え、分母の微分が分子にあるのが一番嬉しいですね。微分系の接触を作ると。今回はそれを目指していきたいと思います。 はい。今ね、こう書いてる間に分母の微分考えてみてください。苦手な人がね、多いところだと思うのでえ、丁寧に話をしていきたいと思います。え今、ログ3のせいでね、少し、ね、あのー、混乱してる人もいるかもしれませんが、ログ3、所詮定数なので、微分したら0です。問題は3の x の微分と。なんかあの、指数関数の微分って、何でも元通りになってると、元通りになると思ってる人がいるんですが、えー、3の x 乗が、だから微分したらなんか3の x 乗みたいな。えこんなことはなりません。こうなるのは、この、 数字がネイピアースの e の時だけね。なので、えー、これ一般に成り立たないと。じゃあどうなるかっていうと、普通はですね、こうなります。a の x 乗っていうふうにあ、一般にこういうふうな指数関数の微分っていうのは、a の x 乗の他におまけがつきます。ログの、えー、e が定の a と。だからこれ見ると、e の時だけ、えー、形が変わらない理由もよくわかるでしょうと。ここが1になるからだね。普通の一般的な数の場合は、a の x 乗の微分は a の x ログ a になります。 これが、え、連動やれば、今回の問題はかなり簡単。ではやっていきたいと思います。えー、今回やりたいのは、インテグラルで、分数関数、3の x 乗プラスの、ログ3分の3の x 乗と、微分形の接触を作りたいので、え、分母の微分を考えましょうと。分母の微分は何になるかっていうと、まあ、これ0になるから、 3の x 乗ログ3になるんだね。3の x 乗ログ3と。なので、分子のところにおまけにログ3がくっついてれば、積の形にくっついてれば、これの微分形が分子に行くわけです。その形を無理やり作りたいので、今最初にログ3を分母に持ってきておいて、そして効果オッ OK でしょうと。3の x 乗プラスのログ3で、3の x 乗プラスのログ3の 微分、分母の微分の形を書いてあげた。これ実際微分すればさっき言った 3x 乗ログ3になって、これとはもともと違うけども、ここにログ3を分母に準備してあげることによってキャンセルして元通りなので、これとこれは同じ式になるよね。はい。こうやって書いてあげます。そうすることによって、もともと狙っていた分母の微分が分子にある形になると。で、ログ3はこれ結局定数なので、外に出してあげて、考える積分はこの部分だけと。 分数で分数の、えー、すい分母で分母の微分があったら、これログになるので、最初のやつは前に出したから、このまま。ログ3。分の1で。で、ログの、えっと、絶対値が本当は入るけども、3の x 乗プラスログ3って絶対に、え、正なので、カッコにしてあげて、ログの3の x 乗プラスのログの3ってことになります。えー、積分定数、不定積分なので忘れずに。プラスの c と。はい。 以上です。結構ね、あの、パッと見た感じ、二つと見えるんですが、まあ、それはね、ログ3っていうなんかね、あの、謎の数字が入ってくるんだけど、ビビらずに、これ、所詮定数なので、微分してあげたら0になって、えー、あとは、この一般的な、E じゃない場合の指数関数微分って、ログの A がつくと。それさえ頭にしっかりあれば、えー、分母の微分形を分子に作るのは簡単ということになります。はい、以上ですね。今回の積分はこれです。えー、このようにシンプルな積分問題を毎週月曜日の朝7時半にアップしてるので、ぜひですね、 え、ね、問題チャレンジしてから素敵なね、週間を迎えていただければいいなと思います。ということで、今週の週間、頑張りましょう。お疲れ様でした。目的地に到着しました。